人生は縁でできています。誰にも遅からず早からず絶妙のタイミングでやってきた縁というものがあります。この番組はですね、そんな縁に的を絞りまして、心の扉を開ける専門家村上信夫がいろいろな方々にお話を伺っておりますが、今日はですね、ワクワクしてんです。はい、その通り、ワク伝のですね、大女将の桑村彩さんにインタビューします。この度はようこそお出ましくださいました。ありがとう存じます。ありがとうございます。お聞き立ていただいてとんでもございません。もう本当にいつもお世話になっております。あのおかみって言ったらいけないんだけどね、あの、はい、罰金取られるんですよね。 なるべくおかみって言わないようにしますけど、はいはい、あのまあ、一応最初はちょっと最初だけ言わせてくださいね、はい、あのおかみに、大おかみに、はい、あの何回目かな、2回目ぐらいに会った時に、はい、あなたはあの NHK 辞めて民放に行かなくてよかったわねって言われましたよね、はい、それなんでそういうふうにおっしゃったんですか。ちょっと NHK さんに悪いですから。あ、いいですよ、このあの、はい、この番組では大丈夫です、はい、なんとなくね、官僚的な感じがどっか匂いがするのでね、それではないという感じで、すごい感じが良かったんです。あ、僕ですか。はい、 NHK らしからぬ。らしからぬ。あ、そうですか。なんとなく、はい。なんかいつも本当にお褒めいただいて、もう共演至極でございますけど、こちらの人たちも私どもの従業員も大変あの勉強させていただいたりして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。でこれからじゃあ彩さんと呼ばせていただきますが、はい、まあ、その京丹後の方から京都に出てきても何年になるんでしたっけ。39年、じゃあ来年の40年ですか、はい、そうですね。あの生けつだらけの京都でね、はい、ようやってきはりましたね。はい、はい、深く静かに専攻してきました。いやでもそれにしても僕京都人だからよくわかるんですけど、はい、本当にいいケツですよ。でもね、あの弁解するわけじゃないんですけどね、うん、やっぱり都の機能やなというふうに思いますね。あ、そうですか、はい、例えば、こう何かをちょっとお送りしたら、うん、翌日の午前中にパッと返しに来られるんですね。返しにっていうか、何かハンカチ一枚でも。そうですよね、そういうふうなんですね。空っぽでは返さないですよ、何かあのっていうのね、いただいた容器に何かを入れて返すとかね、田舎の場合は、あ、また何か美味しいものがあったら時にお届けよっていう感じが、それであんまり気色悪いのでね、はい、持ってきてくださったとちょっと待ちください、はい、どうしてなんですかって聞いたらね、はい、教えてあげようかって言ってね、武将がね、昔はね、いつ変わるかわからん、借りをなくしとくんやって言われたんです。おお、そうかと。でも私あのもう今時代はね、もう武将ではないので、はい、いいか、もう全て田舎風に、あ、自分風にしてきましたので、はいはいはい、友達がね、お茶屋のおかみさんたちと親友で、はいはい、私は田舎者やしねって言った、あんたなんか誰も田舎者やなんて思ってへんやって、外国人や思ってたいって言われる。だから私はもう外国人で通させてもらう。今まさにあったように京都風には染まらないようにされたわけで、はい、京都のその老舗と同じことやっててもあかんわけやから、染まらんとか、もともとそんな分からしませんから、はい、私流しかできない。あ、そうか、はい、あはあはあ、例えばお料理も、はい、仕方がなかったんであろうなと思うんですが、はい、やっぱり、新鮮なものが、うん、なので、うん、やっぱり文化と、うん、ようなことで京料理っていうのができたんではないかと、うん、はいはいはい、今はもう生きたまま来ますので、はい、そのまま食べていただくっていう、はいはいはい、一番美味しいのはやっぱり漁師さんが一番美味しいんやと思います、はいはいはい、取れたてを食べられるような、それをいかにこの京都で、うん、お丹後の方から直送で持ってきて、生きた生きのいいもの、はい、カニをいろりで焼いてっていうようなことをしましたので、
あそこはカニ屋さんどっせって言って、カニが終わったら言われてもね、うん、そしたら一本も電話かからなくなって、最初はなんでかなって言ったら、カニが終わったら丹後へ帰ってはりますせってこんなん言うとあかんねえ。いや、いい、そんな感じですよね。でもそういうことにもめげずに、めげられないんです。借金いっぱい して帰きましたが、そう、いやー、それにしてもこうすごいですよね。そのなんだっけ、おかみから前に聞いた言葉で、ピンチが来るとワクワクするって言ってましたよね。そうせざるを得んのんです。いや、それにしたかてね、ようやってきはったと思います。自分で自分を褒めたくない、なりません？褒めたいですけど ね、まだ褒められしませんわ。またこのピンチをどう乗り越えようかと、そっちの方に頭がいってますが、だって未だにこう失礼ながらもう今年30なのにもかかわらずですね、はい、ワクワクしながら常に新しいことを考えてらっしゃるでしょ。30って80ですか。いや簡単にして18もう本当に再来年成人式を迎えます。お口チャックします、僕本当に。まあ、ちょっとそれ置いといて、はい、とにかく年齢どれだけ重ねようと常に新しいことを考え、未来を見てらっしゃいますよね。病気ですね。あ、病気ですか、はい、治さなくていい病気でしょうね、はい、当然ね。村上様がなさってることも病気です。いや、何でもいいことやってます、はい、言葉の種まきおじさん、はいはい、うん、もう年金生活それともいいにもかかわらずね、はいはい、お互いじゃ同じ病気なわけですね、はい、同病愛あられる。いや後を継がれたお嬢さんが、はい、近づいたらやけどする人だって言ってるって噂を聞きましたけど、はい、そうなんですか。はい、彼女はね、申し訳なかったんですが、はい、本当に京都に出てきた時ちょうど大学だったんですね、はい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 、ですから寮に入れてて、そして本当に京都でもちろん素人でしたから、寮から授業が終わると、うんうん、すぐに帰ってきて着物を着替えて手伝わしたんですね。で終わると寮に帰って、はい、ですからカトリックの学校でしたから、うん、不良なんじゃないかっていうふうに、ん、言われてるっていうので、うん、それこそ反撃ね、はいはいはい、私は学校へ乗り込んで、私とこはそうではありませんって言って、シスターにね、説教してこういうことをしてますっていう、はいはい、すいませんでしたって向こうも言って、向こうが謝って、はい、ですから、はい、娘には頭が上がらないんです。いやいや、でもそういう母親の姿を見てるから、ちょっとでも近づくとあちーってやけどするっていうふうにお嬢さん思ってたっていうことです。どうでしょう、今までこっちがやけどしますけど。いやいや、でもそのいわゆる授業承継っていう、その親子での授業承継をされたけど、はい、スムーズにいったんですか。強引ね。強引、いやいや、強引で迷いかどうか分からない、ね、やっぱりこの今年で150年なんですけどね、創業。あ、その単語の時代から通算すると、はいはい、そうですか、はい、私はまだそんな150になってませんけどね。あ、まあ、はいはいはい、それでなんとか、うん、この桑村家を守っていかない、うん、枠や伝右衛門っていうのを守っていかなあかんということで、うん、はいはい、それでこの継いでもらうと、はい、せっかく京都に来てなんとかなんとかやってきてますの で、はいはい、で早くに変わろうと思いまして、はいはい、12、3年前、もう15年前ですか。そんなに早くもう、はい、お上の座を譲られたわけですか。はい、そうですね、はい、はいはい、でも大神としてはやっぱ大神のこう振る舞いを見ててちょっと気に入らないことも正直言ってあるんです。もうしょっちゅう違います。でこうバチバチやってるんですね。そうですね、でもやっぱり元気の時はやっぱり今から思えばよう言うことを聞いてたなというふうに思います。どちらがですか。向こうが。向こうが、はい、で今は結構母親に言うようになってきた。もう全然、はい、言われっぱなしです。それそれで嬉しい喜びじゃないですか、はい、はい、ただその物販っていうのをいたしまして、はい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 、で文社化をしまして、うん、高台寺枠伝っていうのは料亭です、はい、から紫の枠伝っていうのは物販ですって、はいはい、で異業種なんですね、はい、同じ職でも、はいはい、ですから高田寺の女将であり社長であるって娘は、ああ、でこちらは
あの物販の方 の、はい、一応経営者ということ で、 経営者ということで、はい、じゃあこうなんか同じことをしているようだけど違う道を歩みながら。そうなんです、はいはい、もう経営の方法が全然違うんですね。じゃあ何だろう、ある種のライバル関係みたいなものもあるんですか。あ、それもあります ね、 ね、同じこと従ってます向こうがまたそうなんだ、はい、それとやっぱり古いお客様が、はい、やっぱりそれこそあの狼はいないのかとかって言われると、うん、なんかムズムズしてついついお座敷に来たくなって、あ、そしてお客さんをからかって毒舌言うて喜んで。結構人からかうの好きですよね。人をからかうの好きですよね。大好きです。僕なんかしょっちゅうからかわれてますからね。でも本当におかげさまで、はい、多分僕まだ今日で5回目ぐらいだと思うんですけども、うん、なんかもうずいぶん前から、ね、そうです ね、本当にそうなんです。でこんだけ忙しい狼がですよ、あ、また言っちゃった、あの今日はどうですかって言ったら今日だけ空いてますみたいな感じで、いや、はい、ね、いつも空いてるんです。いやいや、そんなことないと思いますけど、本当になんかもう今こう言いながらだんだんこう汗が出てきたらもうどうないしようかなと思うけども、あのもう一つなんだっけ、あの京都から出てきて、あ、はい、京丹後が出て京都に出てきて、やっぱりいろんな中で、はい、それこそあのお口には出さないけどね、そのいろんな京都の生けすの中で、観覧深紅もきっと終わりになったと思うんだけど、その本当にもうあかんと思って何かの僕雑誌で読んだんだけど、もう死んだら楽だなって思うようなことさえあった時に、はいはい、八木重吉の詩を思い浮かべたっていう。ああ、はい、そうなんです、はいはい、思い浮かべたというよりも、はい、あのしょっちゅう増してもらってましたね。なんかあのそんな文学少女でもない無学文盲の最たるものですけども、うんうん、やっぱりあの詩っていうのがいかにこの勇気づけられるかっていうのを八木重吉の詩で、はい、この八木重吉の詩が死ぬことができぬほどしつこく行けという、はい、そうですね、すごいですよね。そうですね、死ぬことができないのね、やれと、はあ、いや、おかみでもその、あ、また言った、あの、あやさんでももうダメかもしれないって思ったことがあった。はい、そうです、しょっちゅう、はあ、そんな贅沢できませんでしたから、うん、あの料亭のあの調理場の上の6畳一間に、あの丹後から連れてきた女の子と2人で、はあ、寝泊まりするっていう時代もあって、寝泊まりして、はい、でどうしても苦しくって言ってと母親に電話すると、うん、もう心配して飛んでくるんですね、うん、丹後から、うん、その時には4時間半ぐらいかかったんですね、うん、そうするとこれはもうダメ、そんなことさせたらあかんと思ってようなことのがしょっちゅうありましたですね。その時に八木重吉の詩を思い浮かべて、そうですね、はいはいはい、あのまあ、あの置いてました。あ、いつも、はい、いや、そう、まあ、なんかそういうこう詩を読みながら何度も何度ももう自分で気持ちを切り替えてやろうという気持ちになって、いや、それと、うん、結果的には、うん、何とかしないとどうしようもないということに、うんうんうん、結果的にはそうなるんですけどもね、うんうんうん、いや、もうでもなんかそういう観覧深紅とか苦労とかしんどいことが好物だっていう言い方もなさってましたよねちょっとそれはなかなか簡単に言えないことだと思うんだけど、いや、そういうのは娘が横で見てて、うん、そういう風に言うたりするだけのことで、面白く、はい、はい、でもそれがやっぱりあるから今があるわけじゃないですか。まあ、ね、今もそうですけど、今もまた、ああ、こらやっぱり何か大丈夫とかそう思ったら自分が怖くなってしまう、なんかまたそれを求めていってる感じがいたしますね。やっぱり好物なんだね、そういうことが、ね、苦労がね。いや、そうかもわかりませんね、ちょっとね、はい、じゃあちょっと一服しましょう、はい、
確か24歳で、丹後の料亭旅館に嫁いで、はいはい、で、まあ、最初は、まあ、いろんなあのことを考えて、まあ、旅館も持ち直そうとしたんだけど、ちりめんがだんだんこうなっていく中で家業も傾いていって、で1年おき京都に出ようと、えらい思い切りましたよね。はい、嫁いでからしばらくはずっと、うん、丹後ちりめんのおかげで、うん、宴会があり、うん、その宿泊がありっていうことで、角っこにやったですが、旅館としては成り立っていかないので、うん、それで丹後の人たちが枠れがなくなったらかんというので、うん、講演会作ってくださって、うん、はいはい、山を切り開いたところに、はい、当初は3階建てを今度は平屋にして、それで営業をしてたんですが、はいはい、いよいよしばらくは全盛だったんですね。私たちの時代の中で全盛だったんですが、うんうん、だん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 衰退の兆しが見え出して、うん、まあ本当にいい時は1000万段折れてたんですが、うん、それがだん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 少なくなる、はいはい、そうするとお客さんも減ってきますよね。減ってきますし、はい、宴会もありませんし、はい、このままではどうしてもやっていけないっていう、はいはい、ですから先代 の父親 の手記みたいなのを読みますと、うん、やっぱりそういう時期があったみたい、うんうん、それで餌をつけて海に釣り糸を立てても魚がいなかったら釣れないので、それで大阪の方に出るっていう決心をしてしたことがあったみたいなんです。あ、そうなんですか。そしてその時に何かがんになって、そのまま亡くなったなくなるというようなことが、はいはいはい、手記的なに見ましたので、うん、はい、そういう先代もそのことを考えてた時期があったんだと、はいはい、ですからやっぱりこの名前を守る、その枠でも守るっていうふうなことっていうのは、うん、はいはい、何としてでも、うん、守っていかなかんというふうに思いまして、うん、そこを打ってくるわけではなくて、うん、京都でなんとか借り屋を探して、そしてそこでいわゆる守っていこうというふうに思って、それでメインの銀行さんにお願いして、そして探してもらってたんですね。一緒に歩いて京都で何かお店ができる場所がないかと、はいはい、もうご縁その1の話に参りましょう、はい、中村外地さんという方の縁が大きな大きなものとして、はい、そうなんです、はい、そしてある時、うん、そのお作りになった踊りのお家元のお家が、うん、旅館になってまして、うんうん、その経営者がそこをいよいよ辞めたいので、うん、売りたいっていう出るんやけど、誰かないかって言って、私が親しいしてるお茶屋のおかみさんに相談されたらしいんです。それで私はそこのお家がものすごい素晴らしいお家だったので、はい、このすき家のそれが今の高台寺枠殿の場所なんですけれども、前は東の間垣と書いて通りさん、はい、通りっていう、はい、ようなだったんですが、はい、すぐそこへ飛び込みまして、そして貸していただけませんかって言ったの。いやいや、私はもう長年この商売してきたので、はい、もうここを売って普通の素人になりたいんやと言って言われたので、それで今度はそのおかみさんがそれならねって言って権利書をくださったんです。でこれ持って担保にして借りてきなさい言われたんです。あ、そうですかって、私も何も分かりませんので、で銀行に行ってこれを担保にお金貸してくださいって言ったら、なんとあんたたち女の人たちは何も分かってない、どんな怖いことか分かってるんですかって言ってというようなことだったんですが、うんうん、まあそれでそこまでの勢いなので、うん、なんとかかんとかということで、うんうん、そしたら、まあ、銀行さんも協力してくださって、そして今でいうファンドみたいな銀行さんが主体になって、いろいろなそれがファンドっていうこと知らないんですけども、うん、そんなを作ってくださって、資金を作ってくれて、はいはいはい、そして始めたんです、はいはい、でこれは当然返すものですので、うんうんうん、なんとかなったら返させていただこうも、うん、
いまして、うん、で6年ぐらいでなんとか返すことができましたんですけども、まあ当初はカニから始まりましたので、うん、さっき申しましたようにあそこはカニ屋さんですね、うん、で、 ですので、うんうん、大変苦労しましたけれども、うん、その高台寺の建物を見た時にその佇まいのどういうところに惚れ込んだんですか。あのね、すき家、すき家作り、すき家なんですがね、はい、この京都のすき家というのとは違う、やっぱり富山の方っていうのは後で分かったんですが、中村外地さんは富山の親部のご出身の方のようですね、はい、で私もそのすき家がなんかっていう、はいはい、もう本当のお茶の世界のあれだったりとかするんですが、はい、私は何も分かりませんので、ある時改装をしていた、ある時っていうのか買わせていただいてすぐに、うんうん、そしたら養生がしてあるんですね、うん、あのカンナクズがあれで、うんうん、あの畳が敷いてあるんです、うん、あのがしてカンナクズがあれなので私土足で上がったんです、うん、そしたらものすごい怒られまして、外中村さんに、はいはい、私も生意気ですから、はい、私世襲やのになってぐらい思ったんです。それともう一つすごいなと思ったのは、何にも知らないので、私とこはねカニを焼いたりしますのでね、ここにいろりを作ってくださいって言ったんです。そしたらね、面白いなって言って、最たるすき家にいろりです。それ何も知らないから言えたんです、ね、それが逆にそのすき家にいろりがあるっていうのが名物にもなりました。はあ、すき家作りにいろりっていうのは発想としてはないわけですよね。ないですよ、いろりっていうのは田舎のその作りのそういうあれですし、そこで火を起こすんですから。じゃあ叱られもしたけども、その発想のユニークさに中村さんも面白がってくれて、そう、もうすごい人っていうのが後でよく分かりました。後から怖いもの知らずだったわけだ、はい、そうそうそう、へー、その中村外地さんが作ったそのすき家の家をこの買い求めた時に中村さんとも会われたわけでしょ。もちろんもちろん、その方にお会いして、あそこが売りたい言うてるんやけど誰かないかなって言って、おかみさんにゆとらの横で聞いてて、すぐと、うん、その欲しいって言った時に中村さんはどんなふうなことをおっしゃったんですか。いやいや、中村外地さんお作りになっただけでそう言うてるからって言われるので、その通りさんのおかみさんに飛び込んだんです。飛び込んだ、はい、あ、やっぱり自分でここを買わないと後悔するなっていうような思いがあったんですか。もう後悔するのではなくて、もうあといろいろ見て、はい、銀行さんが連れ回してくださったんですけど、もうそこを見たら他が見れなくて、もうそこしかないっていうふうに思ったんですね。やっぱりその中村さんの心血がそこに注がれたものがあったっていうことですか。大変楽しんでされたっていう感じですね。ですから本当のすき家とお茶室のあれというのとはちょっと違うんです。ちょっと何がどうとかちょっと違う、はい、モダンさが入ってるんです、ね、今でもモダンですね。また一回お越しください。いや、僕も一度だけ高台寺枠ではそれなりに敷居が高くございますので一度だけお邪魔しましたけども、本当にこう佇まいがなんか落ち着く場所ですよね、本当にね。そしたらね、うん、中村外地さんがね、うん、あんたね、この家でね住んでね商売したらあんたの人生変わるでって言って、ああそう言われたんです。ほんでね、生意気ですので、え、なんでこの方大工さんやのにって、こんな生意気でしたからぐらいに思ってたんです。本当にそう、人生変わりました。なんか家の気がそういう風にさせてくれるんですか。そうですね、うん、ですからそれこそ今回のエンタビューの縁って、はい、ご縁っていうか、はいはい、本当にの自分の力でないものが動くっていう、で合わせてもらうべけして会うというようなことをずっとありますね。ですから皆さんそういうのがあるんですが、どうこう引き寄せるかっていうような感じが、縁って向こうからやってくるんですよ、さりげなく。でも気づかない縁ってありますものね、はい、そうですね、はい、その時にやっぱり自分が何かこう感銘を受けたり、あるいは相手の人方との共鳴の中で縁が縁を呼ぶっていうことがありますよね、うん、
ですから人生変わるでって言って何ちゅうことを言われるのかなぐらいに思ってたんですが、うん、本当にあの枠伝が今あるのはそのあの中村さんとの出会い、はい、出会いですね。皇太子枠伝という今の場所と出会いがなかったその後の広がりもないってことですね、はい、それから通りさんっていうのが大変良かお客様をお持ちになってましたから、うんうん、あの看板も同じ看板にして枠伝に変わっただけなんですね。ですからあの通りさんやと思って入ってこられて、ああ通りっていうのは前の店の看板ですね、の同じ看板で枠伝に変えただけなんで、うん、通りっていうのは桃の季節、いえいえ東の離れるっていうのは馬鹿竹看板で、ね、はいはいはい、あの通り園名かなんかから取っとられたみたいなんですが、なるほど、ですからあのそこは私旅館をしておりませんでしたので、はいはい、あの例えば野坂喜久さんだったんですけども、うんうん、通りさんによくお泊まりになってたみたいで、うんうん、私とこで丹後に来ていただいてたので、はいはい、私もおかみさんで出てたので、はいはい、あんたなんでここにいるんだってそうか、はい、野崎さんはもうほんであの野崎さんはもうその辺分かんなくて、そう分からなくて、うんうんうん、そしてあのお風呂入るから鮭お風呂入るから今日は湯豆腐でいいよって言って言われるんです、うんうん、私はもう知ってきてくださったと思ってます。彼は通りの旅だと思って入ってるんですよ、美しき誤解で、へえ。そんなようなですからあのお客さんもちょっと単語と共通したとこがあったこともありましたけれども、へ、まあ、本当にそういう意味じゃいろんなご縁が結びつきながら皇太子枠伝をきっかけとして、はい、その後の枠伝がどん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 発展していったっていうことは言えるわけですよね、はい、まあどんどんか分かりませんが、いやいやいや、もう今ただ今まだまだ成長中っていうか、まだまだ20歳ですから、そうですね、はい、来年再来年この先どういうことになりますか、これはまた後編で、お話を受けたまっていきたいと思います、もうなんかちょっと私もうワクワクドキドキが止まらないんですけども、あのどうぞまた2回目もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。